題があったとしています。弁護団は悪質な医療過誤であるとして刑事告訴も検討しているということです。インターネットで買い物した世帯は全体の4分の1余りで、支払った金額は平均で3万1000円ほどだったことが分かりました。総務省が初めて行った調査によりますと、今年1月にネット上